ようこそアジリ研究室へ。当研究室では超臨界水を用いたさまざまな技術開発を行っています。超臨界水というのは高温高圧の水の状態で、地中深くですとか、あるいは海底火山の近く、このような状態です。この状態では非常に面白い特徴が出てきます。通常水と油、あるいはガスというのは混ざり合ませんね。ところが超臨界の状態を用いますと、水と油とガスが完全に均一に混ざったような、そういう状態を作り出すことができます。また水そのものが、酸あるいは塩基の触媒として機能すると、非常に面白い、反応場となります。この超臨界の状態を使ってさまざまな技術開発を進めているわけですが、応用分野としては地球環境対策、廃棄物のリサイクル、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、さらに利用応用の分野にまで、技術の開発というのは進められます。それでは超臨界を使ったいくつかの技術開発についてご紹介しましょう。その一つはバイオマスの有効利用です。バイオマスから化学原料あるいはエネルギー原料を変化して回収するという技術は、地球環境にとっても非常に重要な技術です。現在バイオテクノロジーを使って、その技術開発が進められていますが、超臨界水を用いて、バイオマスを処理しますと水の中に完全に溶かすことができます。これによって今までの、バイオテクノロジーの変換技術、これを数百倍に、進めることができるということが分かりました。またこの技術というのは、プラスチックスと廃棄物から、化学原料を回収する技術としても使うことができます。実はこの技術というのはすでに日本で実用化してるんですよ。また材料技術に関してもこの超臨界の反応技術というのを使うことができます。現在までセラミックス、金属、プラスチックス、さまざまな材料が開発されてきました。これらの異なる材料、その特性を合わせ持つような新しい新材料が求められるようになっています。非常にこのような複合機能を持つような材料の開発というのは難しいんですが、超臨界水を反応場として使えば、金属あるいは金属酸化物の原料となる金属塩水溶液、これと有機分子を完全に均一に混ぜることができます。そして反応させることができます。これを利用することで今までできなかった有機と無機が複合化した新しい材料を合成することに成功しました。このように新しい材料が出来上がりますと、その他にもさまざまな応用というのが期待されます。その一つが医療応用です。微小がんを発見し、そして治療までしてしまう夢のような材料がこの反応場を使って合成することができるようになりました。発想の融合です。私が超臨界の研究を始めたのはおよそ20年ぐらい前なんですね。当時は超臨界というと炭酸ガスを使って抽出分離ものを分離するというそういう研究がほとんどだったんです。ところが私がそれまでやってきた研究っていうのは反応の研究だったんですね。そこで反応と超臨界、この2つの研究を融合させることができないかとこう考えました。もう一つはですね、水の魅力に取りつかれたと言っていいと思います。よく地球は水の惑星と言いますよね。地球上で水っていうのは唯一の溶媒と言ってもいいかもしれません。超臨界あるいは水の研究を進めるにつれて、少しずつその水の魅力というものが分かってきました。水の物性、水の特徴ですね、超臨界の特徴、そしてその場での反応、そしてそれを装置工学プロセスにしていく、こういうことはですね、全ていろいろな角度から物事を考える。でこれによって今までの融合というものができて、そして水の特徴それを引き出すことができる、そういうことに行き着いたんだというふうに思いますけどね。日本で生まれた超臨界水反応技術はすでに世界中で少しずつ使われ始めてるんです。この技術を他の分野、地球環境対策技術、廃棄物処理技術、ナノテクノロジー、そして医療応用分野へと、さまざまに展開していくためには、そのサイエンスそして技術の確立が必要です。
私の夢はサイエンスと技術の確立にあります。